モッツァレラチーズはパスタフィラータで作られる。チーズの一種であるパスタフィラータはイタリアのチーズ製法である。英語ではこの製法で作るチーズをストレッチドカード等の名称で呼ぶ。この製法では新鮮なカードを熱水中で過疎化及びこんねり処理してチーズに繊維構造を与える。チーズ作りは他のチーズと同様に始まる。牛乳を温めて漁乳させ。 1>, 1時間休ませた後、カードを細かく切って、ホエを排出する。カードは数時間休ませることがある。次に、フィロトゥーラを行う。牛乳は非常に高温のホエー、または水に数時間浸される。牛乳が浮き始めたら、ほとんどの液体が取り除かれ、カードが混合され、必要な柔らかくて弾力のある糸のような質感が得られるまで、コンネリされる。 カードの塊は分割され、個々のチーズに成形される。モッツァレラチーズの場合、これでプロセスは本質的に完了する。理想的には、このチーズは数日以内に食べる必要がある。プロボローネ、カチョカバロシラのパローネジグラビーナ、スカモルツァなどの他のチーズでは、さらに熟成、ウォッシュ、燻製などが行われる。ありがとうございます。